計画停電や災害による信号消灯に備え県警交通規制課は27日松山市の交差点などで手信号訓練を行いました松山市若草町の県警本部第2庁舎前では県警交通機動隊員と中予の警察署員ら46人が腕の動きや警笛による交通整理の仕方を確認しました 一行は松山市平和通り4丁目の交差点へ移動した後、およそ10分間、自動車用と歩行者用の信号を停止し、警察官が1人ずつ交代で交差点の中央に立って手信号の訓練を行いました。また、松山市本町3丁目の交差点では、停電後自動的に発電する信号機の点検も行いました。実際に現場でやると難しいなと感じました。 ドライバーに分かりやすいように、大きくメリハリのある合図で、自転車や歩行者の安全,に安全の確保にも努めたいいと思います信号機が消えた場合、警察官がいる交差点では、警察官の信号や指示に従ってください。